まず最初に特許取得までの流れなんですけども、やはり基礎研究をやります。その後特許を出願します。そして出願した特許に関しては公開をされて、最終的には審査請求というものに持っていきます。でこの審査請求をした上で、特許が認められますと、その特許の権利というものがですね、私たちのものとなるというようなことになります。そしてシュガーコリンは特定の物質、つまり機能性のリン脂質、機能性のリゾリン脂質が神経機能に対して新しい効果を示す、これは私たちが発見したことでもありますので、それを示したものがですね、新しい効能効果というものを示したものが用途特許というようなことになります。で用途特許なんですが、出願して20年間はその権利が認められます。これがですね、シュガーコリンの特許の特許証ですね。これを得るためにみんな本当に苦労しております。このシュガーポークの肝臓分解物、つまりシュガーコリンですけども、認知機能の維持または改善剤に応用することはシュガーレディ化粧品にだけ認められた独占的な権利です。どんな立派な大きな会社もですね、これを侵害することはできません。つまりこれから向こう20年弱はですね、豚の肝臓、リン脂質、リゾリン脂質というこのキーワードはシュガーレディのためだけにあるというふうなことを言っても過言ではないということになります。